Hi everyone, it's me, Yukari. Yes, I got my hair cut. Actually, I never had my hair this short, so I wasn't sure what it looked like, but actually, I kind of like it. A lot. 皆さん、こんにちは、Yukariです。はい、髪の毛を切って初めてこんなにショートにしてみたんですが、どうでしょうか。はい。ね、皆さんが結構よく言う、一回髪をショートにすると、もうどんどんそこから短くしたくなるよって言うじゃないですか。それすごいわかりました。結構気に入っていてですね。でももっと短くしたいっていうふうにもう思っちゃってるので、多分これからどんどん短くなっていくんじゃないかなと思います。Anyway、今日はですね、留学をしなくても、英会話スクールに通わなくても、今すぐ日本でどこでも皆さんの部屋でできるですね。そして確実に英語力が上がる2秒英語学習法っていうものをシェアしていきたいと思います。実はこれは私が4年前に英語を学び始めてから毎日ずっとやってきていることで、そのおかげで私は3ヶ月間の学習と全然挨拶すらできなかった状況から7ヶ月間で英語の先生になれた、英語を使ってお金を稼ぐことができるようになった方法なので、ぜひですね、見ていただけたらなと思います。ところで皆さん、留学しなければ、もしくはスクールに通わなければ、英語を話せるようにならないんじゃないかって思っていませんか？私もね、実は思っていたんです。だから私が英語を学び直そうと思った時に、ワーホリでオーストラリアに留学しました。で、行ってみて確信したことがあるんですが、それは、留学行かなくても英語を全然話せるわっていうことなんですね。はい。私は留学をしたからこそ、なくても全然いいと思って、早めに切り上げて日本に帰ってきました。実際、私の英語学習歴4年間のうちの留学していた期間って3ヶ月間だけなんですけど、よっぽど日本にいて勉強している期間の方が英語力上がってるんですよね。その理由がこの2秒英語学習法なんですが、じゃあこの2秒英語学習法って何っていうのを詳しく説明していきます。2秒英語学習法というのは、その名の通り、覚えたい文章、表現を2秒で音読して、そして繰り返すという方法です。皆さん、オンインループという言葉を聞いたことありますか？これは聞こえてきた音を頭の中で保持して、溜めて、そして処理するっていう機能なんですが、これは2つの機能から成り立っていて、1つは耳で聞いたものを留めておく。っていう機能ですね。そしてもう一つは目で見たものを音声化して頭の中でリピートリピートリピートする機能。他にもいろんな要素があるんですが、このオンインループの機能、入ってきた情報を保持してそしてリピートする。これによってその入ってきた情報が短期記憶、すぐ忘れてしまう短期記憶から長期記憶、一生忘れない記憶ですね。こちらに入って、そして使いたい場面でパッと出てくるようになるんです。これが新しい文法だったりとか表現をインプットして、そして使える道具にするっていう流れですね。他にもね、実はたくさん要素はあるんですが、でもこのオンインループっていうものが長期記憶に入れるための大きな役割を担っています。例えば皆さん、This is a pen って何も考えずに言えますよね、きっと。これはなぜかっていうと、This is a pen っていう文章、この塊が私たちの長期記憶に入っているからなんです。じゃあなんでこれって長期記憶に入ったの？っていうと、私たちが何度も何度も耳にして、そして何度も何度も口にして、つまり反復しているからですよね。スピーキング力を上げていくっていうのは、この This is a pen みたいな感じで、何も考えずにパッと言える表現をいかに蓄積するかっていうことなんですよね。それが少ない人、あまり英語を話せないっていうことになって、それがめちゃめちゃたくさんあると、ペラペラっていうことになる。この違いなんです。つまりですね、入ってきた情報を何度もリピートして、長期記憶に入れて使える道具にする。この流れでしか、スピーキングって伸びないんですよ。そして何度も言ってるように、長期記憶に入れるためには、反復、リピートして何度も何度も口に出すっていうことが大事、本当に大事なんですが、これなしにはできないんですが、でも、これをね、うまくやらないと、実は何回繰り返しても、何度やっても覚えられない、英語力が上がらないっていう時代になってしまうんです。どういうことかっていうと、2秒で私たちが覚えたい、文章を言い切らなければ、それは頭の中に入ってこない。というか、長期記憶にいかないんですよ。2秒の制約があるんです。って感じですよね。でも考えてみたら、皆さん、This is a pen って2秒以内にきっと言えると思うんですよ。今からね、2秒測ってみますので、その間に This is a pen と言ってみてください。いきますよ。Let's go! はい。あ、3秒になっちゃった。はい。どうですか皆さん、2秒のうちに言えましたか？多分、言える方がほとんどじゃないかなと思います。じゃあ、この文章はどうでしょうか？ My ex called me out of the blue.
My ex called me out of the blue. これは元彼が、もしくは元カノが突然電話してきた。out of the blue っていうのは突然っていう意味なんですが、これをですね、じゃあ一回言ってみてください。また時間計りますね。2秒で言ってみてください。いきます。Let's go! はい。あ、1.99。どうですか皆さん。言えましたか？今の言えたとしたら、そしてそれを反復したら使える道具になります。でももし2秒で言い切れなかったら、ってなったとしたら、その言い切った分、2秒間で言えた部分しか覚えられないんですよ。なぜなら私たちが保有していられる、入った情報を保有していられるのは2秒間だけだからです。これほんとびっくりなんですが、でも思い返すと理にかなっていて、私がオンライン英会話スクールで生徒さんにマンツーマンだったりとか、スモールグループで英語をお伝えしていた時に、やっぱりね、英語を読むのが遅い方とか、言うのが遅い方っていうのはなかなか英語力が上がりにくかったんですよね。で、それなんでだろうってずっと考えてたんですよ。だって生徒さんたちはいつも繰り返し言っているし、勉強全然怠っているとかじゃないんですよ。なのにもかかわらずなかなか上がらない。それがですね、このオンインループっていうものを知った時に謎が解けました。なるほど、2秒で言い切っていなかったから。だから、なかなか覚えることができなくて、長期記憶に入らなくて、そして使える道具にならなくて、英語力が上がらなかったんだっていうのがはっきり分かったんですね。だからどうすればいいかっていうと、もう2秒で言い切る練習をする。これだけなんです。ポイントとしては、覚える文章を短く、限りなく短くしてください。たくさん言おうと思うと、どんだけ早く言っても2秒で収まらなくなってしまうので、もし長くしたいのであれば、区切る。意味の塊ごとで区切って覚えるようにする。それをくっつけて一文にするっていうようにしてみてください。ではちょっと一緒にやってみたいなと思います。この文章は前回私がオンラインサロンのライブレッスンで皆さんとシェアした練習した文章なんですが、まず第一に、私彼女のことを知りすらしないんだけど、はい。なんかね、彼女があなたの悪口言ってたよとか言われて、え、待って待って、第一にさ、私彼女のことを知りすらしないから、みたいな文章ですね。はい。これを2秒で言い切る練習を一緒にしていきたいと思います。まずですね、何も練習しない状態でこの文章を音読してみてください。そして何秒かかるか数えてみてください。私が用意どんでこのタイマーをつけますので、終わった時にタイマーを見て、時間を見て、あ、自分はこの秒数だけかかるんだなっていうのを確認してみてください。では行きますね。Let's go! はい、何秒でしたか皆さん。ご自身の秒数チェックできましたか？もし今のが2秒で言い切れていたのだとしたら、もうバッチリ繰り返せば絶対に長期記憶に入りますので、OK です。では2秒以上かかったという方は私と一緒に練習していきましょう。まず、first of all からいきましょう。First of all, I don't even know her.First of all, I don't even know her. で、ちょっと早めて一緒に行きます。First of all, I don't even know her. はい。いけましたか？ではですね、時間を計りますので、もう一度読み上げてみてください。では行きます。Let's go! はい。いけましたか？ 2 秒以内に言い切れましたか？はい。だとしたら、もうバッチリです。これを繰り返していけば確実に自分のものになります。留学や既存の英会話スクールが必ずしも必要じゃない理由、そして留学に行っても英会話スクールに通ってもなかなか英語力が伸びない方がとても多い理由、それはですね、この反復にあるんですよね。例えば英会話スクール。きっと多くの既存の英会話スクールがテキストに沿ってやっているんじゃないかなと思います。テキストに沿っていくということは、まあきっと復習はするんでしょうが、いつも新しいことを学んでいきますよね。ということは、英語力を上げるため、スピーキング力を上げるために、絶対的に必要な反復の部分ができてないんですよ。これなんです。これが圧倒的に足りないから、英会話スクールに週1回通って、ネイティブの先生とグループレッスンで話してみたとしても、なかなか伸びない。それは反復が足りないからです。じゃあ留学はどうなのっていうと、留学に行くことで英語圏で英語を話す状況がたくさんあるので、レスポンス力は高まります。レスポンス力っていうのは質問に対して答える速さですね。これは確実に高まります。なんですが、留学で鍛えられるのってアウトプット力だけなんですよね。今自分にある知ってる知識を早く言う。
ていうこと、そこの能力は鍛えられるんですが、絶対的に英語力を底上げしようと思ったら反復、インプットですね、が絶対必要なので、そこをもしプラスでやったとしたら留学でも確実に伸びますが、そうじゃなくてただ行くだけ、ただ行って英語を話すだけでは英語力の底上げにはなりません。だから2秒のルールを意識して反復を繰り返し行えば、日本にいても家にいてもどこでも今からでも英語力が上げられるんです。しかもお金もほぼかかんないですよね。今だったらネットにどれだけでもいい例文落ちてるし、例えば海外の YouTuber を見て、あ、これいいなと思った表現を抜き出して覚えてもいいだろうし、もうただでやりたい放題。もうだから高い英会話スクールに通って、高い教材買ってってする必要全くないんですよね。私の英語オンラインサロンでは、この理論、2秒英語学習法に基づいて、ライブレッスンで2秒で言い切れるようになる練習だったりとか、そのライブの復習に音声を一緒につけているんですが、この音声ファイルをダウンロードしていただいて、それを繰り返し聞きながら自分も発して反復することで、自然に新しい英語が身につく、そういうようなプログラムになっています。そしてですね、この作業っていうのは本当に地味です。めちゃめちゃ地味です。まあそうですよね。一人でブツ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 、2秒2秒とか言いながら繰り返しているので、まあ地味ですよね。だから絶対に効果があるし、というかスピーキング力を上げたかったら、この反復、2秒で反復するっていうのを繰り返さない限り絶対に上がらないんですが、でも損は分かっていてもつまらないからやめてしまう、続かないとか、そして効果が出るまでもやっぱりちょっと時間がかかるので、本当にこれ効果あんのって思ってやめてしまう。そしてちょっと頑張ったのにもかかわらず、上がる前、自分の効果が、成果が見える前にやめてしまうっていう、すごいもったいないパターンが本当に多いです。その時に効果的なのはやっぱりピアプレッシャーですよね。周りが頑張っている、周りがやっているから、じゃあ私も俺もやろうっていう、これがすっごい大事です。サロンでは専用のインスタグラムのアカウントを作って、皆さん思い思いに英語をアウトプットされています。そういうのをね、見たりすると、あ、みんな頑張ってんだな、私もやろうっていう気持ちになれたりします。サロンではですね、今までの英語界の常識、例えば留学しなきゃいけない、高いお金払って英会話スクールに通わなきゃいけない、日本じゃ英語が話せない、外国人と話さなきゃ英語が上手くならないんじゃないか、日本人同士で英語学んで意味あるのかなとか、そういうね、全部常識をぶっ壊して、そして足さない。何も足さない。新しいものをどん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 覚えていく、知らない単語を知っていくんじゃなくて、今私たちにある知識、単語のもっと深いところを知っていって、自分の言いたいことを全て表せるようになる。そっからステップアップしたいと思った時に、ちょっと新しい文法を入れてみたりとか、単語を覚えてみたりとか、そういう順番が一番効果的だよねっていう風にやっております。なので皆さんは新しいものを足す必要はありません。今あるものだけで英語力高めていって、言いたいことが何でも言えるようになります。手軽に楽しく今すぐ始められる英会話、そして英語が趣味にできるサロンですね。170人の仲間が待っていますので、ぜひ興味のある方も遊びに来てください。 Alright, thank you so much for watching. 今日も見てくださってありがとうございました。2秒英語学習法、ぜひ皆さん試してみてください。またね、この動画の感想や、私はこんな風にやってるよだったりですね、皆さんの方法も教えてください。 Alright, thank you so much for watching. See you guys next time. Bye bye.